日本語能力試験、懲戒 N3 これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。 問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の 一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番会社で男の人と女の人が話しています。男の人はまず何をしますか 山口さん、倉庫の整理どう進んでる手伝いに来たよ。ありがとう。何すればいいゴミずいぶんあるから捨ててこようかそれは最後でいいよ。それより古い資料の整理をお願いできる箱の中にたくさんあるんだけど。あ、これだね。うん。それ棚に並べてほしいんだ。あ、その前に棚を拭いてくれるわかった。それから、 後でコピー用紙事務所に運ぶのを手伝ってくれないいいよ。男の人は、まず何をしますか 2番。2> レストランで男の店長と女の店員が話しています。女の店員はメニューにどんな情報を加えますかテーブルに置いているメニューを作り替えようと思ってるんだけど、吉田さん、パソコンでそういうのを作るの上手だったよね。お願いできるはい。今は料理の写真と名前と 値段だけしか載せてないから、もう少し情報を加えたいと思ってるんだ。ああ、料理の味とか、カロリーとか、メニューに載ってるといいなと思ってました。うーん、味の説明は難しいからね。そうじゃなくて、アレルギーとか、健康の問題で、食べられないものがある人がいるでしょだから、卵とか、エビとか、何を使ってるか載せた方がいいと思うんだ。写真だけじゃ、 よくわからないしね。そうですね。わかりました。後ででモを渡すよ。カロリーも載せたいけど、計算しないといけないからね。それはまたの機会にしよう。女の店員はメニューにどんな情報を加えますか 三番。駅の観光案内の事務所で、女の人と係の男の人が話しています。女の人は、全部でいくらお金を払いますかすみません。こちらでスーツケースを預かってもらえるって聞いたんですけど。ええ。一つ、一日500円で預かりますよ。こちらは午後6時までですので、 それまでにお戻りください。二つお願いしたいので、千円ですね。でも、六時までに戻って来られないかも。あのー、今日はどちらかにお泊りになりますかええ、緑ホテルです。駅から少し遠いので、この辺で観光してからチェックインしようと思って。それなら荷物をお泊りになるホテルに配達するサービスもありますよ。 荷物をお預かりする料金のほかに配達料がかかりますが、配達料はいくつでも600円です。じゃあ、ぜひお願いします。これで時間を気にしないでゆっくり観光できます。ええ、ゆっくり楽しんでください。それから、すみません。料金は先にお願いします。女の人は、 全部でいくらお金を払いますか ?4 番大学の国際交流会で大学の人が留学生に話しています。留学生は この後まず何をしますかこの前の交流会ではビデオでこの町のお祭りの様子やお祭りで踊っている様子を見ましたね。今日は踊りの先生をお呼びしました。この町のお祭りでよく踊る踊りを教えてもらいましょう。浴衣を準備してありますからあちらの部屋で着替えてきてください。 手伝ってくださる方たちがいらっしゃいます。着替え終わったら服やカバンはこの部屋の後ろに置いてください。みんな準備ができたら早速踊りの練習を始めましょう。留学生はこの後まず何をしますか 5番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人は何をしなければなりませんか田中さん、この間話しましたけど、明日からいらっしゃる海外のお客様の通訳、よろしくお願いしますね。はい。空港に到着されるのは午前10時半でしたね。ええ。お迎え、お願いしますね。 明後日、工場見学の予定が入っていますが、その時は、工場の社員が通訳もしてくれることになりました。田中さんは、この日はお客様の方は何もしなくてもいいので、いつもの仕事をしてください。わかりました。会議の通訳など、その他の予定は変わっていませんので、お願いします。はい。あ、お帰りになる時にお渡しするお土産、買わなくちゃ。 私何か見てきましょうか。今日は夕方時間があるので。ありがとう。でも大丈夫。この間デパートに行った時素敵なものを見つけましたから。男の人は何をしなければなりませんか 6番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどの科目を選択しますか先輩、専門科目をあと一つ選ばなくちゃいけないんですけど、産業の歴史とアジアの経済学とどっちにするか悩んでるんです。産業の歴史は 毎週レポート出さなくちゃいけなくて大変だったよ。勉強になったけどね。え、毎週内容は一番興味があるんですけど、あの、アジアの経済学は取りましたかうん。レポートはなかったけど、授業が進むのが早くて、ついていくのが本当に大変だった。あ、貿易関係の仕事がしたいって言ってたよね。 国際関係学はどう役に立つと思うけど。あ、それ、去年取りました。そうなんだ。あとは、社会学研究もあるけど、あんまり興味ないそうですね。じゃあやっぱり、一番興味があるの、頑張ってみたらレポート大変かもしれないけど、勉強になると思うよ。そうですね。そうします。 男の学生はどの科目を選択しますか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。 その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 一番大学で女の留学生と男の留学生が話しています。男の留学生はどこでどんな方法で調査をすると言っていますか 皆さん、卒業論文のテーマ、決めたうん。日本企業で働く外国人の仕事に対する考え方に興味があって、それを調査しようと思ってるんだ。面白そうだね。じゃあ、アンケートとか取るのそれも考えたんだけど、それよりインタビューでいろいろ聞くことにしたよ。協力してくれる人とか会社とか、見つかったのうん。 自分の国にある日本の会社にいくつかお願いしてあるんだ。夏休みに帰国するから、その時に。え、日本じゃなくて日本にある会社については結構調査されてるし、海外の日本企業で働いている人の考え方を知りたくて。男の留学生は、どこで どんな方法で調査をすると言っていますか二番女の人と男の人がある温泉について話しています男の人は女の人に 何の情報をメールで送りますか来月、初めて光温泉に行くんです。 松本さんは光温泉何度も行ってるんですよね。どこかいいところあったら教えてくれませんかああ、富士旅館っていう景色がすごくいい旅館があるんですけど、泊まるところもう予約しましたかあ、その旅館調べたんですけど、ちょっと高いと思って、もう別のところ予約してあるんです。そうですか。あとは、 あの辺りは蕎麦も有名ですし、新しくできた和菓子の店もありますよ。甘いものは苦手ですけど、お蕎麦はいいですね。お昼はお蕎麦にします。じゃあ、美味しい店いくつか知ってるから、後でメールで情報を送りますよ。あとは、うーん、いつも行く土産物屋、先月閉店しちゃったんです。種類が多くて良かったんですけど。 そうなんですか。残念。男の人は女の人に何の情報をメールで送りますか 3番大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうして塾のアルバイトを辞めたと言っていますか 西村君、塾の先生のアルバイトやめたんだって面白いって言ってたのに、何かあったのうん、いろいろ考えてね。時給は悪くなかったんだけど。もっといいアルバイト見つかったのいや、そうじゃないんだけど、ゼミでレポートが多いし、他の授業も難しくなってきたから、もっと勉強に時間を使いたいんだ。 塾は授業の準備に時間が取られるからね。そうか。頑張って成績が上がったら、奨学金がもらえるかもしれないし。そうなるといいね。男の学生は、どうして塾のアルバイトを辞めたと言っていますか 4番男の留学生と女の留学生が話しています。女の留学生はどうしてインターネットに日記を書き始めましたか リオさん、毎日インターネットに日記を書いてるんだってうん。見たもの、食べたもの、行ったところなんか、毎日の生活を写真に撮って載せて、その説明を書いてる。撮ったものをいろんな人に見てほしくて始めたんだ。日本に来る前からなんだけどね。そうなんだ。日本に来てからは、 国の家族や友人も見てくれるようになって喜んでるみたい。どうしてるか心配してたみたいで。そっか。最近日本語で書くこともあるんだけど、読んだ人から日本語でメッセージをもらったりして交流するのが楽しいんだ。女の留学生は どうしてインターネットに日記を書き始めましたか5番社長が会議で商品について話しています。社長はこの商品を どう変えると言っていますか去年の春に出したバッグは 人気商品になりました。若者が好きそうな明るい色やデザイン、買いやすい値段にしたのが良かったのでしょう。しかし、買った人に行った調査では、価格とサイズは良いが、少し重いと感じている人が多いことがわかりました。今後は、今の色やサイズはそのままで、材料をもう少し軽いものにしたいと思います。 価格を上げずにどうするか工夫が必要です。社長はこの商品をどう変えると言っていますか 6番留学説明会で先生が話しています。先生は留学して一番良かったことは何だと言っていますか 私も学生時代留学した経験がありますが、留学して色々学ぶことができました。その国で生活することで言葉が話せるようになるだけでなく、その国の文化がよくわかりましたし、自分の国についても初めて気づくことがありました。留学した時には、ぜひそこで友人を作ってください。 私は言葉や文化など国の違いを超えて何でも話せる友人を作ることができました。それが留学して最も意味があったことだと思います。先生は留学して一番良かったことは何だと言っていますか ここで、ちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に 質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 一番。会社で女の人が新入社員と話しています。松本さん。会社に入って半年だけど、どう一生懸命やってるんですが、わからないことが多くて、最近疲れてしまって。自分で過去の資料を調べて書類作ってみたりしてるんですが、間違ってて結局やり直すことになるんです。松本さんは、 何でも一人でやろうとしすぎるんじゃない質問したいことがあっても皆さん忙しそうで話しかけにくくて。私は会社に入ってすぐの頃は人に質問ばかりしてたよ。みんな最初はそうなんだからわかってくれると思うけど。そうですか。人に頼ることは悪いことじゃないんだから。私にも遠慮しないでね。ありがとうございます。 女の人が伝えたいことは何ですか ?1、1> 疲れた時は休んだ方がいい。2>, 2、過去の資料を調べた方がいい。3、何でも自分でやった方がいい。4、わからないことは聞いた方がいい。 2番 2> ラジオでアナウンサーが話していますキッチンカーつまりキッチンがついている車ですがこれを利用して車の中で料理をして売る持ち帰り専門の店が増えています実際にキッチンカーでカレーの店を経営している男性に話を聞くと複数の場所に移動して お客さんを増やせる点に可能性を感じたと言っていました。また、キッチンカーでカフェを経営している女性に話を聞くと、キッチンカー1台あれば店が開けるので、お金があまりかからないのがいい点だと話してくれました。このような形で店を出す人が、これからも増えていきそうですね。 アナウンサーは何について話していますか ?1、1> キッチンカーの店に来る客のタイプ 2>, 2、キッチンカーの店で人気の料理3、キッチンカーで店を開くことのいい点4、 キッチンカーで店を開く方法3番テレビで女の人が話しています秋ですね秋の果物といえばやっぱり柿をイメージしますね 柿は日本ではリンゴやみかんに比べると消費量が少ないですが、風邪をひきにくくすると言われるビタミンがみかんの2倍もあるんです。また、二日酔いや血圧の高い人にも良いそうです。昔から柿を食べれば医者はいらないという言葉もあります。美味しい柿を食べて元気に過ごしたいですね。 女の人は何について話していますか 1, ?1 柿のイメージの変化 2, 2柿の消費量が少ない理由3柿の栄養とその効果4柿の美味しい食べ方 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 1番、1> レストランでスプーンが使いたいですがありません。店員に何と言いますか ?1、1> あの、スプーン、いただけますか 2>, ?2、あの、スプーン、お使いください。3、あの、スプーン、いりません。 2>, 2番、店で友達が T シャツを探しています。友達に良さそうな T シャツを見つけました。何と言いますか ?1、1> これ、着てみていい 2>, ?2、これ、買うのやめたら ?3、これ、いいんじゃない 3番テストを返してもらいました先生の点数の計算に間違いがありました何と言いますか1あの間違っているところを教えてください 2, 2あの点数の計算もうやり直しません 3あの、点数の合計が合っていないと思うんですけど4番来月、初めの一週間、休みを取りたいです課長に何と言いますか 1, 1. 来月、初めの一週間、休んでもらえませんか <S ?2. 2 <S 来月、初めの一週間、休ませていただけませんか ?3. 来月、初めの一週間、休みをあげてください。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では、 始めます。一番、お客様、お茶のお代わり、いかがですか ?1、いえ、もう結構です。2、2> 他の飲み物はいりません。3>, 3、じゃあ、代わってください。 2番。2> あ、課長、お出かけですか今にも雨が降り出しそうですよ。1>, 1。あ、やみそうなんだ。よかった。2。2> じゃあ、傘、持っていった方が良さそうだね。3。もう降り出したの 3番。あの、明日の食事会なんですが、どうしても行けなくなったんです。1。はっきり決まったら教えてください。2。2> よかったです。今からでも出席可能ですから。3。そうですか。欠席ですね。わかりました。 4番。ああ、グループ発表明日だよね。今日中に準備終わらせなきゃね。1。やっと終わったね。2。2> 間に合うように頑張ろうね。3>, 3。あ、今日準備しなくていいんだね。 5番最近、野田先生、いつ行っても研究室にいらっしゃらなくて。1、1> いつもいらっしゃるの 2>, ?2、研究室には行ってみた ?3、そうなのまずメールで約束したら 6番。このコピーの機械、最近動かなくなることがあるんだよ。1。もう全然動かないの 2>, ?2。ああ、直してもらったんだね。3。3> 修理、頼んだ方がいいね。 7番、明日、海に行くの楽しみだね。道が混んでないといいね。1、混まなくてよかったね。2、混むのは嫌だよね。3>, 3、え、明日は混んでないの 8番昨日貸してくれた漫画、読んでたら時間が経つのを忘れてたよ。1、そうでしょ面白いよね。2>, 2、あ、好きじゃなかった ?3、3> え、どこかに忘れたの 9番。ねえ、うちの会社で営業部の木村さんほどパソコンに詳しい人はいないよね。1。木村さんに聞けば何でもわかるよね。2。2> 木村さん、パソコンのこと全然知らないよね。3>, 3。え、木村さん、どこにもいないの